政府は GoTo イートのオンライン予約について、ポイントの相当額より店舗での利用金額が少ない場合には、ポイントを付与しない方向で検討していると明らかにしました。通常、付与されるポイントに相当する金額、えー、昼食500円、夕食1000円未満の金額で飲食した場合に、ポイントを付与しない方向で対応策の消費を検討している GoTo キャンペーンをめぐってはポイントの相当額を下回る飲食で済ませ差額を得る利用例が複数ありネット上では錬金術などと指摘されています野党議員らが制度の見直しを求めていたほか政府も事業を担当している農水省で運用の見直しを始めていました